さんこんにちは。いわき市保健所管理栄養士の半澤です。木村です。今日は逆ロールキャベツをご紹介します。ロールキャベツといえばお肉をキャベツで包んだ料理が思い浮かびますが、今回は逆ロールキャベツということで、キャベツとお肉を逆転させた料理になります。薄切り肉を使い、お肉が外側になりますので煮る時間も短く、火の通りを心配する必要もありません。それでは早速作ってみましょう。まずは材料をご説明します。今回は2人分でご用意しました。材料は豚ロース薄切りが8枚、千切りキャベツが 140g、 100% の野菜ジュースが 100ml、 野菜ジュースはトマトベースのものをご用意ください。調味料は胡椒少々、小麦粉小さじ2、サラダ油小さじ2、中濃ソース大さじ3、コンソメ小さじ1、付け合わせのブロッコリーが 60g です。ブロッコリーは茹でておいてください。では調理に移ります。まずはじめに煮汁となる野菜ジュースと中濃ソース、コンソメを合わせておきます。煮汁の準備が終わりましたら、千切りキャベツを電子レンジで加熱します。しんなりする程度までおよそ2分から3分を目安に加熱してください。粗熱が取れましたらキッチンペーパーなどで水気を拭き取っておきます。次にキャベツをお肉で包んでいきます。豚肉を2枚ずつ少し重なるように並べて胡椒を振ります。先ほどのキャベツをお肉にのせて端から包むように丸めていきます。ロールキャベツは1人分で2つです。すべて丸め終わりましたら小麦粉を軽くまぶします。フライパンにサラダ油を入れて熱し、巻き終わりが下になるようにして並べて中火で焼き目をつけていきます。全体に焼き色がつきましたら一度火を弱めます。最初に作った煮汁を加えて再度弱めの中火で5分程度煮ていきます。5分が目安ですが、煮汁がサラサラの時は少し煮詰めてください。1人2つ盛り付けて煮汁をかけて付け合わせのブロッコリーを添えます。この一皿で付け合わせのブロッコリーも含めて 100g 分の野菜を食べることができます。1日に食べてほしい野菜の量は350g 以上と言われていますが、生野菜をたくさん食べるのは大変です。今回のように加熱することで野菜のかさが減って、生で食べるよりもたくさんの量を食べることができますね。簡単、おいしいおうちご飯、ぜひ作ってみてください。